はい、皆さんこんばんは。みつるの日常です。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、今夜です。ちょっとこの後日焼けに行かないといけないので、フィット24にちょっと移動して、一応ねデッドリフトやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと今日はあんまり昼間に肩のトレーニングが終わらせたんですけど、ちょっと2回トレーニングする気に今日なれないなっていう感覚なんで、やらないかもしれないですけど、まあ一応ちょっと今の気持ち、今の時点の気持ちではやるつもりで、はい、ここから30分ぐらいなんですけど向かいますので、やらなかったらこの動画は多分ネタがないのでボツになると思います。先日ね平くんの大会が終わって、まあ自分も来月8月17日の FWJ の埼玉、あと9月7日のレモンクラシック広島、一応この2つはもう確定でエントリーも進んでるので、まあ、そこに向けてねちょっと頑張っていくってところで、トレーニングのね熱量はずっと高いモチベーションで保ったままできてるし、食事管理もしっかりできてるので問題なくねいいコンディションを作れると思うんですけど、まだまだ、体の絞り込みってところもできるなっていう風にちょっと思ってるので、まあ、あと2大会ね、どんどんコンディションしっかり作って上げていけるように。はい。まあ、頑張ってるんですけど、もっと頑張りたいと思います。とりあえず、向かいます。はい。早く行かないとね、時間遅くなっちゃって、ますます眠くなって、やる気なくなっちゃうんで、頑張ります。あ、でね、こちら、見てください。なんだっけこれ。ファイヤー、スティック、ファイヤースティックって言うんですけど、ネット環境をね、テレビで映せるやつです。まあ、YouTube とか、あと、なんだっけ、まあ、何でも見れるんですけど、これ Amazon プライムセールで買ったんですけど、一番いいやつなんですよ。これ 4K の、なんとか、プロ、マックスっていうやつなんですけど、1万円ぐらいするんですけど、6000円ぐらいで売ってたんで、もっと安いやつあったんですよ。なんか3000円ぐらいになってるやつとか。でもまあせっかくね、安くなってるんでいいの買おうかなと思って。ファイヤー TV スティック史上最も強力なストリーミングメディアプレイヤーらしいので、まあ現時点では一番最強らしいんで、ちょっとこれをね、買っちゃいました。もともとインドアなんで自分は、これを買ってしまったことによって、さらにインドアになってしまうので、家から本当出なくなっちゃうと思います。それぐらいもういろんなドラマとか映画とか見ちゃうと思うんで、ジムか、なんていうんですか、ドラマか映画鑑賞かみたいな、ちょっとやばいやつになっちゃうんで、まあ、夏だしね、海とか行きたいと思ってるんですけど、今年は行けるかな。なんか、海ね、行くのはね、好きなんですけど、なんか、夕方とか夜とかね、涼しい時間に行きたいんですよ。昼間暑いじゃないですか。だから、落ち着いた時間に行きたいんでね。昼間、真昼間だとね、ちょっと、暑いし、わかんない。行きたいなと思ってるんですけどね。なかなかなんか、優先順位がやっぱ今、トレーニングっていうか、まあ減量してるんで、優先順位がやっぱ休みの日でもどうしてもトレーニングとかね、あとは友達の大会見に行ったりとか、あとはなんか誰かとトレーニングしたりとかっていうのが結構多いので、いろんなジムに行くのを最近ハマってるのでね、そういうのもあって、なんか海に行く時間ないんですよ。せっかく絞ってるんでね、この体を、まあ、なんか誰かに見せたいとかもないんですけど、特にね、見せびらかしたいっていう欲は全くないので、まあ、だから多分海に行きたいっていうのもないのかな、わかんないけど。はい、ということで今、日焼けの方ちょっと20分終わったので、これからひとまず、ちょっとデッドリフトだけ、まあ、軽く触ってみて、いけそうだったら、頑張ってちょっとセット組んでやりたいと思います。アップしてる時にちょっと重いなと思ったら今日は多分もうすぐにやめて帰ると思うんですけど、できるとこまでね、はい、頑張っていきますので、皆さん頑張ってって言ってください。頑張ります。
粧水。ボディクリームです。これちょくちょく紹介してるんですけど、なんだっけ、ジョンソン・ジョンソンのボディクリームです。ちなみにトレーニングはデッドリフトを、160キロまで持って、まあ、その時点でかなり重かったんですよ。なんですけど、まあ、一応180持ったんですけど、180がビクともしなくて、まあちょっとやる気なかったんで今日もやめて、あと腕トレを、2投の種目を多分2種目ぐらい軽くやって、はい、もう終わりました。で今シャワー浴びて、あれですね、肌をしっかり守るために、はい、こいつを使います。昔からあんまりこだわりはないんですけど、これは単純にあのちょっとね値段を張るんですけど、匂いがすごい好きなんで、もうずっと使ってますね。かな、大学入った時ぐらいから。それまであのボディクリームとか全く塗ってなかったんですけど、高校生の時とかはジム通うようになって、なんかシャワー浴びる機会も増えて、それでちょっと少し使った方がいいかなと思って使うようになりましたね。ということで今シャワーね、浴び終わりまして、はい、帰ってるところなんですけど、まあさっきもお話しした通り、今日は、午前中にトレーニングね、まあ、メインの肩トレを、まあ、しっかりやった上での今日の夜フィット24での、まあ、デッドリフトをほぼやらなかったっていう感じなんで、今日ジムに行ったのが今のタイミングだけではないっていうのは、すごいなんか言い訳がましいんですけど、ご理解いただければと思います。その日最低限やることはやった上で、プラスでちょっとやりたいなって思うときはもう一回ジムに行ったりとか、はい、自分はよくしてます。まあ、減量がねずっと続いてるので、さすがにやっぱりパワーが、まあ、出ないなっていう風に感じる時は結構ありますね。減量してない時っていうのは、まあ、もちろん食べれる量も多いっていうのもあるんですけど、一番はなんかこう心の余裕、メンタル的な余裕っていうのが、まあ、減量中もそんなにこうメンタルが疲弊してるとか、なんか減量でいっぱいいっぱいになるってことはもう自分ぐらい長くやってると正直ないんですけど、まあ、今回に関してはね、やっぱりカロリーを去年よりも多分600キロカロリーぐらいアンダーな状態で、まあ、短い期間で減量して、でそこからコンテストにも出て1週間くらいね、好きなものを食べてまた今再スタートしたっていうところなんで、まあ、ちょっと浮き沈みが激しいというか、カロリーのねこう上下激しいので、その分まあ若干その心の余裕がないわけじゃないんですけど、やっぱその肉体的にね栄養がこう足りないなっていう風に多分ちょっとこう今感じてるタイミングだと思うので、うん、ビーフ佐々木クラシックが終わってから、まあ、1週間ぐらいねちょっとこう好きなものを食べたりしながらトレーニングするときは結構調子も良かったし、まあ、その後の1週間ぐらいか、先週か先々週ぐらいの時は割とね力はかなり出て、あ、なんか戻ってきたなって感じだったんですけど、また最近やっぱちょっと、まあそれこそまあビッグスリーとかはね少しなんかパワー不足だなっていうか、筋肉の出力がちょっと下がってるなっていうのは若干ですけど感じます。まあ、それはまあしょうがないですね。自分がやっぱりコンテストに出続けるって決めたので、パワーが落ちるっていうのはもう初めから分かってたことなんで、そこはしょうがないかなと思うんですけど、まあ今はねとりあえずコンテスト、フィジーク選手としてやるべきことに集中して、まああと2大会、もしかしたら3大会出るかもしれないんですけど、はい、集中してねしっかり、まあできれば結果残したいなと思ってるんで頑張りたいなと思います。それではまたね、皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。すいません、運転中なんで。